い、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。そしてね、目の前に見えます、この袋の中に入った土。一体なんだか、わかりますか、皆さん。まあ、見ての通りね、表紙にね、アクティオン増加物の絵が書いてあるんですよ、このマットね。わかりますか、これ。これね、フジコンさんのマットです。フジコンさんね。で、プレミアム、フジコンプロブリーダー用昆虫飼育マットということでね、今シーズンからね、僕ヒナカブト、四つ星とベルティペス、あとは自分がやってるね、マルガリータ、こっちの3種類をね、この不要オーガニックマット、このフジコンさんのね、プレミアムマットで、を使ってね、半分ぐらい使って、飼育していこうと思います。でね、僕のチャンネルをね、ずっと見てくれてる方は結構知ってると思うんですけど、僕、去年ね、国産のカブトムシを、大量に飼育しておりました。で、国産のカブトムシを飼育するときに、まあ、普通のカブトマットですね。まあ、普通に売られてる、まあ、カブトムシ用の廃菌床ベースのね、廃菌床を発酵させた、カブトマットを使って飼育する、グループと、もう一つはね、そのね、カブトマットにね、半分ピートモスを混ぜて飼育するグループをね、二つに分けてですね、検証したんですよ。まあ、結果の動画はね、僕出してないんですけど、まあ結果としてはね、まあほぼ変わらなかったというね、感じでした。まあ若干なんですけど、ピートモスで飼育した方が、羽化が早かった。まあこれはね、多分マットの状態が、まあ乾燥しすぎている、よく食べれないマットだった。っていうことが、多分ね、最終的に、まあ少し早くなったんじゃないかなと、考察しております。まあそれか僕がね、ピートモスの方に混ぜている添加剤の絡みでね、早く羽化してしまったんじゃないかなと思います。って言ってもね、まあ、そうですね、一番早いので1週間ぐらいしか、羽化の期間変わらなかったんで、まあ、あんまり変わらない。そこもあんまり変わらないかなと思います。まあ、で、一つ言えることがあるとすれば、ピートモスを使っていた方のグループの方が、マットのね、劣化が抑えられて、びちゃびちゃになるような感じのことが少なかった。うん、同じようにね、水分入れてるはずなんですけど、やっぱ、ピートモス使ってる方が、ドロドロのね、状態になりにくかった。まあ、劣化がね、少し抑えられたっていう結果。で、まあ、気になるね、サイズなんですけど、まあ、どちらもね、一応80ミリ寸前の、個体が、たくさん羽化してきました。まあ、これに関してはね、正直最初の3ヶ月は同じマットで過ごしたのもあるので、まあ、あんまり比較にならないかなとも思うんですけど、一応ね、だから、まあ、体重乗ってる、体重が増えるのも間違いなかったということですね、ピートモス使っても。で、じゃあね、僕、ピートモスがね、この昆虫飼育に向いてる、カブトムシの幼虫を飼育するときに、まあ、多少混ぜるとね、これ効くっていうのはもう、明確だと思ったんですよ。でね、今シーズンは、まあ、国産カブトあんまり数はやらないんですけど、今シーズンはね、ヒナカブトを、今柄ブリードして、まあ、マルガリータをね、もう2ライン目もね、整えるとこなんですけど、そっちの飼育をね、どんどん続けていきたいと思うんですけど、ヒナカブトの種類には、まあ、マルガリータはさほどでもないんですよ。あと、サビ色カブトうちもやってますけど、それもね、さほどでもないんですけど、ヒナカブトって名前のつく種類によってはですね、ちょっと添加物に弱いよねっていう話がね、多少あるわけです。ちょっとね、腹ボテ志向が強いんですね、ヒナカブトって。まあ、他のクワガタとかも結構ね、飼育品は腹ボテ志向、顎とかがあんまり大きくなくて、お腹が大きいみたいな、になりやすいんですけど、ヒナカブトはね、ちょっとその気配が強いというのをね、たくさんいろんな記事で読みました。じゃあやっぱり、廃菌床ベースのね、添加の強い、非常によく栄養素の高いね、マットだけじゃなくて、ピートモスみたいに、まあ、なんて言うんですかね、腐葉土に近いような、まあ、腐食、をね、僕は重視して考えてるんですけど、まあ、腐食って呼ばれるものをね、たくさん使って、まあ、ちょっと粘り気を出してみたりとか、劣化を緩やかにして、交換タイミングをね、どんどん伸ばそうと。というのもね、まあ、考えの中に入れながら、まあ、やっぱ腐葉土っぽいのは入れたいよね、となったわけですね。で、ピートモス、じゃあ使えばいいじゃんって話になるんですけど、ピートモスね、使ったことある方わかると思うんですけど、結構ね、枝とか、草の皮みたいなものとかね、結構大きいものが入ったりするんですよ。で、おかげでね、ふるいにかけなきゃちょっと使いにくいんですけど、ふるいにかけるのが結構大変なんですよ、ピートモスね。これがね、ふるいにかけたピートモスなんですけど、まあ、非常にね、粒子も細かくて、なんか良さそうじゃんって思うんですけど、まあ、栄養価もね、すごい低くて、まあ、ほぼないような状態なんですね。で、ふるいにかけるとね、こういうね、大きいものがたくさん出てくるんですよ。ね。このね、スポンジ状みたいな、この、なんだろうね。これ、スポンジ状みたいなものがね、たくさん入ってるんですけど、まあ、これを取り除かないとね、やっぱちょっと、飼育には向かないよね、と思うんですけど、
これはね、ふるいにかけるのがまあ大変なんですね、本当に。粉は舞うし、まあ、外でやんないといけないし、風が強かったらね、これ軽くてね、吹き飛んでっちゃうんですよ。ということでね、ピートモスの代わりになるようなものをね、ずっと探しておりました。で、行き着いたのがこのマットでございます。いや、前置きがめちゃくちゃ長い。何分喋ったんだろうね。これね、うん。これ、不要オーガニックマットって書いてあるんですけど、説明書き読んでみるとわかるけど、大自然の恵みを受けたクヌギ、奈良等の広葉樹、天然不要土をベースにアミノ酸、特殊バクテリアを配合。国内外のカブト類の幼虫飼育に、幼虫育成に絶大な効果を発揮しますということでね、アクティオンゾウカブトの表紙になっております。まあ主にね、ゾウカブトなんか飼育するときにこれ使ってくれたら結構いい感じになりますよという感じでね、藤子さんが作ってくれております。で、これプレミアムなんですけど、プロバイオシリーズっていうのもあるんですよ。結構ね、行販しかしてなくて、なかなかね、在庫が切れやすい、僕がずっと見てると在庫が切れやすくてなかなか手に入りにくい買ったりもするんですけど、でプロバイオシリーズのね、この不要マットは確かね、ディープフォレストだったかな、ディープフォレストっていう多分商品名で多分売られております。多分これが、それがそのディープフォレストは多分この不要オーガニックマットのハイグレードバージョンだと思います。で、こっちはプレミアムで、まあ、さほど高くないんですよ。10リットルで700円前後。まあ、800円しないぐらいの、まあ、マットになります。で、僕がいつも使ってるね、こっちスーパーカブトマット。これはね、こっちはね、ネットショップブブさんで購入しております。これはまあ、去年もね、しっかりカブトムシ浮かさせることできました。しっかりしたいいマットでございます。まあ、1年通してね、使えたんで、すごくいいと思います。でこちらはね、廃菌床ベースの、発酵させたマットに、朽木のチップとパウダー等がね、混ぜてあって、そのさらに、発酵させてあるもんです。まあ、だから、栄養価もね、まあ、高くなりすぎず、うん、非常にね、いいマットですね。廃菌床ベースの発酵だけだとですね、結構ドロドロになっちゃうんですけど、朽木のチップだったりとか、パウダーみたいなものがね、入って、さらに発酵させてあるんで、まあ、ちょっとね、茶色みも強いんですよ。あんまり黒くないでしょ。検証っていう感じでね、マルガリータヒナカブトの、まあ、数頭はね、10頭前後はね、このスーパーカブトマットだけで飼育しようと思います。ただね、多分なんですけど、やっぱりね、天然に近いものを選ぼうと思ったら、廃菌床だけじゃなくて、やっぱこういうね、腐葉土、まあ、葉っぱの成分だったりとか、幹以外のね、木の成分、まあ、葉っぱだったりとか枝だったりとかっていう、そういう成分もね、こっちは入ってるので、まあ、いいんじゃないかなと思ってね、今回はね、半分半分に、混ぜて使おうと思います。で、比較するためにね、さっきも言ったように、マルガリータは10頭前後ね、このスーパーカブトマットだけで、飼育していこうと思います。ということでね、この、プレミアム、不要オーガニックマットをね、僕は、今シーズンしっかり使っていこうという感じでございます。ちょっとね、開けて内容を見てみましょうか。まあ、よくね、言われる、あれですよね、カブトムシでよく言われる、マットの粘り？粘りみたいな成分って、多分あれ腐食なんですよね。腐食と呼ばれる部分で、まあ、植物残渣とか生物残渣が絡み合ってできた、まあ、ちょっとタンパク質を含むような、なんだろうね、粘土質な感じの、そういう成分なんじゃないかと思ってるんですよ。で、やっぱ腐葉土にはね、非常に多いんですね。不眠質って呼ばれるんですけど、結構ね、フジコンさんのカブトマットにはこの不眠質っていうのが結構ね、混ぜ込まれてますよっていう説明書きがしてあるもの結構多くて、まあ、これなんかね、もう完全に不眠質は書いてないね、もう天然腐葉土ベースですから、もう多分やけ半分ぐらいこの中はもう腐葉土なんじゃないかなと思います。あ、でも見た感じマジで腐葉土だな。なんか細かい枝じゃないけど、なんて言うんだろうな、木の皮みたいなのが結構たくさん入ってますね。多分ね、産卵には向かないと思うんですよ、このマット正直。目が荒いのはもう間違いないんでね。あ、目は荒いね、結構ね。目は荒いっすね。あ、かなり荒いな。あ、結構荒い。まあ、でもあとは、結構ね、繊維質な感じがやっぱしますね。普通のカブトマットだと、あんまり繊維質って感じないんですけど、手で持った時ね、かなり繊維を感じますね。こう棒状のもの、糸状のものをね、かなり多く感じることができます。これはね、いいんじゃないかな。多分ね、よくカブトムシ飼育できますよっていう腐葉土が売ってると思うんですよ。ホームセンターとか園芸店とかにね。あれでもね、多分まあ、基本的には園芸用品で、まあ添加剤とか、まあ、そういうものは多分全くないと思うんですけど、こちらはね、アミノ酸が入ってますよっていうね、説明書きがしてある通り、まあ、昆虫飼育用にね、開発されて作られたものなんで、やっぱ腐葉土使うよりはね、まあ、腐葉土安いんでいいんですけど、こういうね、昆虫用品をね、やっぱしっかり使っていく方がね、僕はいいんじゃないかなと思います。まあ、超高級な昆虫用の腐葉土でも言いましょうか、これね。まあ、これよりさらに上にね、ディープフォレストっていうプロバイオシリーズの方のね、腐葉マットがあるんで、まあ、そっちもね、ちょっと試してみようかななんて思ってるんですけど、一応今シーズンは通してですね、
こちらを使っていこうと思います。マルガリータの幼虫がね、まだまだ取れると思うので、まあ、そっちはね、そのディープフォレストの方も、ちょっと使ってみたいなとか、まあ、そっちだけで飼育してみたらどうなのとか、いろいろね、そんなこともね、考えながら、またね、こういう検証もね、どんどんしていきたいと思いますので、気になる方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。もちろんね、この結果はですね、どんどん、公表していきます、僕は。フジコンさんに、なんて言われようと僕はね、必ずフジコンさんの、いいところを必ず抜粋できる自信があるのでですね、僕はもうこういうメーカーさんとか、バッチリ名前上げていこうかな、と思います。まあもちろんいいものはいいって言いますし、悪いものは黙っとくんで僕は。はい。安心してください皆さん。だから、まあ通年通してね、これ良かったなって思う場合はそういう動画が上がると思います。いまいちだったなって思う場合は黙っときますので。まあその辺でね、判断していただくといいんじゃないかななんてね、思っております。でも結構荒いね。やっぱ産卵には向かないでしょうね。こんだけ荒いと。わかりますかね。結構ね、このぐらいのサイズのものはね、たくさん出てきますね。まあ多分、廃菌症ベースのマットも入ってると思うんですよ。普通のカブトマットみたいな成分も多分半分ぐらいは入ってるんじゃないかと思うんですけど、結構粉は多いですね。粉状のものと、まあほんと、まだ木の破片みたいな、ほんと森の中の土みたいな感じですね、これ。ほんと腐葉土マットだな。まあオーガニックなんて書いてあるんでね、まあ普通化学成分なんか使わないので、まあ間違いなく有機質だとは思うんですけど、かなりね、ほんと腐葉土ですね、これね。添加に弱い種類のね、カブトムシとかを飼育しててね、腐葉土使ってるよって方、ぜひね、グレードアップとしてね、こっちの、フジコンさんの昆虫飼育用のね、このほぼ腐葉土みたいなマットね、ぜひお使いください。で、結構やっぱ、水分は抜けてていい感じですね。やっぱね、水分がね、この袋の中に入ってると結構劣化も早いのでね、あんまり水分はね、多く入れてくれてない方が僕は好きですね。まあ、加水するめんどくささはもちろんあるんですけどね。で、これにね、ちょっとカブトマット混ぜていきましょう。はい、こちらはね、ネットショップブブさんの普通の、スーパーカブトマットと呼ばれるやつですね。でさっきも言ったように、廃菌症ベースの発酵させたマットに、朽木の、チップとか、パウダーとかが混ぜ込んであるものでございます。あ、いいんじゃない?いいんじゃない?でもこうやって見ると、結構カブトマット赤いですね。赤いんだね。赤いっていうのは多分褐色腐朽なんで、まあ、リグニンの要素がね、非常によく残ってるっていう感じでしょうね。で、多分腐葉土っていうのも結構リグニン残ってる感じなんですよ。まあ、だからね、この腐葉土を入れると多分劣化もね、かなり緩やかになるんじゃないかなと思います。カブトマットってね、結構物によるとですね、ほんと劣化が早かったりするんですよ。加水すればするほど、どんどん発酵してね、なんか泥状になっちゃうみたいなマット結構多いんですけど、まあ、そこのスーパーカブトマットはね、結構いい感じですね。その辺の調整も割とできてると思います。ただね、結構栄養価は多分高いと思います。ま、いろいろ見てたりとか、聞いたりするとですね、やっぱ添加量は多いよね、と、栄養価は高いよねっていう話あるんで、まあ、栄養価薄める意味合いでも、この腐葉質のね、マット混ぜるのすごいいいんじゃないかなと思います。あ、いいんじゃない?いいんじゃない?でも確かにね、この腐葉マットはね、あれかもね、ゾウカブトとか結構よく食べる種類のカブトムシは結構いいかもしれないですね。やっぱ粒子が大きいものがあるっていうのは劣化が抑えられますからね。で、空気のも入りやすいから、水分もね、抜けやすいと思うんですよ。腐葉質が多いとね。その辺考えるとね、これほんとすごいいいんじゃない、いいブレンドなんじゃないかなと思います。もうひなカブトマットって僕は呼びましょうかね、こっから。ぐらいね、ちょっと自信があるんですけど、完全に人の土俵だけどな、うん。完全に混ぜただけなんですけど、これ良さそうっすね、本当に。はい、ということでね、今日はね、ボトルに入れるとこまではね、なかなか時間かかるので、この辺にしておきましょうか。ちなみにね、使うボトルはこちらですね。ブリーダーズファームさんの、パイルキャップですね。パイルキャップバージョンの一応ね、800のボトル。これでね、四つ星ひなカブト。あと、ベルティペスコフキ、5頭ずつね。と、うちで生まれたね、マルガリータヒナカブトを飼育しようと思います。で、マルガリータに関してはね、10頭前後ね、スーパーカブトマトだけ。まあ、去年僕がカブトムシにしっかり使った、さっきのね、スーパーカブトマトだけのボトルも作ります。で、そっちはね、もう検証として、1年通して、羽化までね、通して、まあ、どうなるか。まあ、羽化のタイミングだったりとか、マットの劣化具合だったりとか、まあ、もちろんね、最終的な羽化した時のサイズとか、まあ、バランス、体のバランスだったりとかっていうのもしっかりね、見ていこうかなと思います。はい、じゃあね、こっちの検証結果ね、どんどん出していきますのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。